あ、じゃあね、続いてご紹介させていただきたいと思います。続いては神戸学院大学、書道会、そして兵庫医科大学書道サークルの皆さんによります書道パフォーマンスでございます。私たち神戸学院大学、書道会、去年6月に結成された学生サークルです。書道初心者から経験者で構成されています。去年は学園祭で作品の展示やパフォーマンスを行いました。全員書道が大好きなメンバーです。毎回和気あいあいと活動していますということです。そしてもう一方、兵庫医科大学書道サークルの皆さん、大学祭や展示、学祭での模擬展の出展、学生合同書展への参加などを行っています。少しでも多くの人たちにこの団体を知ってもらうために、今日はこの場を全力で盛り上げますというね、力強いコメントをいただいております。この後も応援よろしくお願いします。じゃあ皆さん、ご準備いいですか？はい、神戸学院大学書道会、そして兵庫医科大学書道サークルの皆さんによります書道パフォーマンスです。どうぞお楽しみください。こんにちは、神戸学院大学書道会と兵庫医科大学書道サークルになります。まず1曲目は神戸学院大学書道会で怪獣の花唄をやります。2曲目は神戸学院大学書道会と兵庫医科大学で、ノーベルブライトのワーキングウィズユーをやります。ぜひお楽しみください。思い出すのは君の高い和洋でも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、舞台笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中。
ありがとうございました。どうぞ今一度盛大な拍手をお願いいたします。共に歩むということでね、力強いパフォーマンスでございました。立って書くの難しいでしょうね。ねえ、でもあの学生の皆さんね、書道が大好きな皆さんということでね、集まっていただいて、今日はねこのようにね皆さんの前でパフォーマンスしていただきまして、本当にどうもありがとうございました。